すごい量が来たな。なんだこれは。ちょっと見てみましょう。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。よっしゃい。めちゃくちゃある。ちょっと依頼内容を見ましょうか。全部不動ということですね。ちょっとではライブをしながらやりましょうか。撮影もしながらですので、今ねカメラ回ってなかった。大失態、また失態ですよ。ちょっとあれだな、ねじ込みがちょっとおかしいのかな。大丈夫か。大丈夫だ。最後一本だね。これは何残書 IWC。 これも巻き心地はなんかあれだな。あ、動いてねえな。これは動いてないわ。上がるんですけど、今日は7本の依頼ということで、動いてるもの、動いてないものがあります。ちょっと分けました。これ動いてる、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 動いてない3本ですね。この3本が動いてないということです。ではですね、一旦動いてるものはタイムグラファーに載せます。動いてないものはもう多分どうしようもないから、ムーブの交換だね。なので一旦外して、動いてるものから調子を見ていきましょう。あ、動いてないって、全部動いてないような感じって言ってたので、多分調子は悪いんでしょうね。まずはデイトナコピー。うん、もう動いてない。止まった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 。しっかり巻いて、これはね多分ね、ダメかな、きっとダメかな。数値的にもあれだね、モジュールの多分悪さが出て止まりましたね。モジュールの悪さが出て止まりました。これは止まったと、止まりました。まあモジュールがなんかダメな感じですね。これがフランクミューラーですね。これ多分ね、エタ系が入ってると思います。見てみましょう。196もあるよ。うん、これはおそらく輪列回り洗浄、そしてあれだね、耐震装置の洗浄でいけるかな。多分これは復活できると思うわ。これは復活させよう。ではこちら、ブライトリングオーベンドレー、でかいなやっぱり。247。いやこれ悪くないな、悪くないよ。これはこれ悪くないな、調整で多分できるな。ちょっとあれだな、悪くないものも混ざってるな。調整とかかな、調整依頼とかかな。悪くないものは、
ちょっと様子を見ましょう。まあ全部フル洗浄だね。全部フル洗浄。ちょっと汚れがひどいのでフル洗浄だね。これも別に悪くなさげ。まあ若干ちょっと悪いかな。こちらもまたタイムグラファーに載せていきます。これはもうひどいね。この個体はひどいですね。かなりひどい。これはムーブメント交換だな。っていうことで、全く動いてないもの、全く動いてないもの、そして動きが悪いもの、止まるものをちょっと分けてみました。動いてます。動いてるのは2本だけ。この2本だけだね。これはちょっとね、時間を合わせてちょっと様子を見てみます。ちょっと時間を合わせて稼働させ続けてみましょう。この子たちだね。この子たちは全く動いてなかったりとかっていうものなので、まずはでは何から見ていこうかな。では得意の7750から見ていきましょうか。これはあれかな、もう鏡面化とかしないとダメかな。取れろ、あ取れないな。取れろ、あ取れた。多分そうだよね。まあなんか全く動いてない感じなので、動くには動くんだけどすぐ止まっちゃう。なんかこれは汚れが、上海製かな。上海製でってことはあれかな、モジュールでいけそうかな。モジュールの鏡面化でいけそうだね。あとちょっと鏡面化してみようかな。これはあ、もうパッキンが破れちゃってる。これほら水が入ったのかもしれない。これパッキンが破れちゃってますね。これはよろしくないね。パッキンが破れちゃってます。これはオーバーホールとかしないとダメかもしれない。いやーどうしよう。オーバーホールか、ホールかな。これはでは次の依頼品を開けていきましょう。これはもうね、すぐ非常に悪い。やはりね、これはミオタに乾燥だな。これはミオタ乾燥ですね。ミオタ乾燥、ミオタに乾燥ですね。ちょっとこれを、これは戻ってミオタに乾燥と。ではこれはどうなってんだろうな。あーこれはわからんな。これは何が入ってんだろう。とまあこういうことで、今日は7本の依頼ですね。7本の依頼が来ました。まあ一つずつやっていくんですが、まずは状態です。どういった状態なのかをまず探っていくということですね。まあ今回まあ見てきたのはデータのコピーはダメでした。まあモジュールがダメなのかムーブメントがダメなのか、そこは探っていかないとダメですね。まずできるのとすればモジュールを外してムーブメントの状態を見て、それでムーブメントの状態が良ければ鏡面化に入って、それで合わせてみてダメであればムーブメント交換といった形になっていきます。あとはあれですね、ブライトリングのコピーやら、あとはフランクミューラーのコピーやら、たくさんあります。まあ一つずつやってるんです。今日はあれですね、3本ぐらいですね。3本、何本もあった。
まあ7本もあるもんですから、一つずつ状況を見てどういった修理がね必要になるのかというのをやっていきましょう。まあ最後のあれですね、まあ最終的にはムーブメント交換というのが最終的な作業になりますが、このデートジャストなんかは多分もう2813が入ってたので、もうあれですね、ムーブメント交換見事に完走でしょうね。あとのやつはまた開いてないものもあるので、それはまあ次回ですね、次回やっていきましょう。ってことで今日のこの作業はライブでもやりました。ライブでもねお届けしております。実はたまにライブをやっております。まあ朝ですね、朝平日の午前中やってるなんでその時間でなんですけど、まあその時間には作業をするんですよ。まあただただね作業しててもなんかあれなので、とりあえずこうねライブでその模様をお届けするといったような形をとってみてます。まあやってみてますんでね、ぜひお時間のある方、ライブもね、ライブのあの模様とぜひ照らし合わせて見るのも面白いかと思いますんで、そちらもねぜひ見てください。ということで次回はね残りの時計の状態を見ていきましょう。それでまあどういうふうなね進み方をするのか、修理の進め方をしていくのか、残りの状態も見ていきますのでね、次回中編になるかな、なるかな、でその後にまあ修理編に入っていくので、中編か後編かまあまだあれですけど見ていって、でまあその後にどうするかだね。うん、まあその時またねお知らせというか、その都度修理に入っていくときに動画に載せますんで楽しみにしておいてください。ということでこういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。あとですね、修理依頼もそちらにメッセージをしていただければ必ず返事は返しますが、ちょっといかせん時間をいただいてますので、そのね時間を何て言うんだ、ちょっとだけ1ヶ月ぐらいかかりますんで、気長にお待ちください。ということで本日もご視聴あるとしたら、次回中編、いや後編になるかな、まあ分けましょう。状況を確認する前編後編、そして修理に入っていく、まあ、前中後になるのかな、それを合わせてやっていきます。この7本の修理依頼のっていうのをこう別にやっていきますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで本日もご視聴あるとしたら。